ご用件のある部門または担当者の名前をマイクに向かってお話しください。露木さん、お願いします。こちらでよろしければ受話器を上げ、はいを選択してください。私の顔写真が写っております。顔写真でお客様へのガイドをすることも可能です。はい、お電話をおつなぎいたします。受話器を上げたままお待ちください。はい、鈴木です。A 社の鈴木です。今受付におります。今行きます。少々お待ちください。お願いいたします。まもなく参りますので、ソファーにおかけになってお待ちください。続きまして4つ目の機能として、タブレットでの取り次ぎを行います。50音のボタンから社員名候補を表示、実際に内線をかけます。ご用件のある担当者の名前を入力してください。現在50音のボタンを押しています。そこから共栄社員の候補を表示しまして、そこからセレクトします。こちらでよろしければ受話器を上げ、範囲を選択してください。このように4つの機能、多言語対話、センサーでの来訪者キャッチ、音声認識での電話取り次ぎ、タブレット表示を搭載するレセプロイドをぜひ、皆様の働き方改革としてお役立ていただきたく思います。ありがとうございました。